どうもサッカーマスターのレオンです。今回もですね、サッカーについて、おしゃべりしていきたいなと思うんですけど、今回はですね柏レイソルについておしゃべりしていきたいなと思います。はい、おしゃべりじゃないですよ、おしゃべりですよ。はい、お前らおしゃべり好きなんだ。ですね、何が言いたいかと言いますと、現在柏レイソルは6位なんですね、 J1 で。まあまあじゃないですか。でおそらくね、まあ優勝とかないと思うんですけど、まあ降格の心配もまあまあまあ、ないと思いますわ。はい、現在6位ですし、勝ち点もう30稼いでるんでね。で今回下がね、弱いチームばっかなんで、さすがにここから柏レイソルが降格するってことはまあありえないんで、まあお前ら今シーズンはね J1 でプレーできるかなと思うんですね。まあ、今シーズン来シーズン、ただ未来は明るくない。もっと分かりやすく言うと、今年残留できました、来年は残留できません。来年お前ら降格する、間違いない。レイソルの強化よく聞いとけよ。やっぱね、柏ってね、まあまあ町自体が多分ね、そんな大きくないと思うんですけど、まあ何年か前にね、優勝したりとか、ACL 出たりとか、まあその全てはね、功労者っていうのはやっぱネルシーニョなんですね。で、ネルシーニョって別にね、特定の好きなフォーメーションがあるわけでも、こうやりたいサッカーがあるわけでもないんですよね。あるとすれば、全員がハードワークするみたいな。なんかあんまブラジルの人っぽくないんですよね。ブラジルにあったらすごいね、攻撃的なサッカーが好きとかじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。なんで今もやってるフォーメーションは352とかなのかな。まあ別に352が悪いわけではないんですけど、でもね、今の柏レイソルのサッカー見てると未来がないというか、おそらくね、なんていうのかな、ただひたすら、よくもあるもリアクションサッカーというかね、ブロック作ってね、でカウンターでボール取って素早い攻撃で点取るみたいな、それってね、続かないんですよ、結局、リアクションサッカーね。そう、だから今、柏のサッカーってね、リアクションサッカーなんですよ。だからディフェンスだけガチガチに固めてるんですよ。もうサイドバックとか、なんかセンターバックみたいなやつがね、なんかいたりとか。だからディフェンスはそこそこ硬いはずなんですけど、もうそんな、なんていうかな、ディフェンス固めて勝てるみたいな時代じゃないんでね。やっぱり自分たちが主導権を握っていけるかどうか、握ろうとする意欲があるかどうか。それがね、やっぱサッカーである程度こう上に行ける秘訣なんですよね。なんで柏レイソルはそれを放棄してるんで、ひたすらなんとか自陣にこもってディフェンス跳ね返して数少ないチャンスでまあものにするみたいなね。でもちろんそれもね、時にはそういう時もあってもいいと思うんですけど、でもそのためには個人能力がズバ抜けてるやつがいないと勝てないんですよ。要はディフェンスが頑張って守って、前線の何人かで点取ってきてくれみたいな。でもそれって前線のやつがスーパーじゃないと勝てないんですよ。でも前線スーパーじゃないし柏って、で中盤もクオリティ低いし、そうっていうことなんで、まあ今シーズンはね、なんか前半戦まあまあ貯金というかさ、まあまあまあネルシーニョも柏に来て何年目なのかな、もう14年目ぐらいのかな。まあそういうもののなんか経験値とかでなんとかごまかしてね、前半勝ち点稼ぎましたけど、まあ後半どうなるか分かりませんけども、まあ来年もしネルシーニが継続したとして、上積みはもうないですね。はい、勝てないと思います。はい、まあもちろん補強とかもすると思うんですけど、なんかねネルシーニョって意外となんか外国人使うの苦手なのかなって、同じだと同胞のブラジル人とかでもね使ってる選手いますけど、意外とそんなにほどなんかこう安定して使ってないというか、多分ネルシーニョはね、ハードワークできる選手が好きなんですよね。で、ブラジル人全員がハードワークできるわけじゃないじゃないですか。そういうところでこうなんか、意外とブラジル人で結構ぶつかってますよね。意外とね。だから柏に来たブラジル人、意外となんか短期で来て短期で帰ってるってやつ結構いいでしょ。もう名前も忘れちゃいましたけど、もうだ、ね、意外となんか来てすぐ帰るみたいなね。意外と、監督ブラジル人やのにみたいな。たまにこういうことあるんですよね。ブラジル人同胞やからなんかみんな、ね、一致団結してやんのかと思いきや、なんかこう、なんていうかな。
その誰に対してもこう遠慮がないというかさ、ブラジル人だろうがハードワークせんかと使わへんぞみたいな、で ほんまに使わへんみたいなね、ちょっとやばいよね。うん、だから逆に言ったら今誰あ出てるやつ、あの中盤の名前忘れた、調べてる、ではちょっとお前ら調べてんやから、あマテウス・サビオ、これいいよね。ただね、柏レイソルでは明らかにこれ力出し切れてないよね。ポジションこれ違うと思うんですよ。中盤のね、インサイドハーフやらしてるんですよ。俺やっぱり 4-3-3 の右ウィングが一番合ってるかなと俺は思ってて、だその辺もサッカー感の違いというかさ、やっぱりそのネルシーニョのやっぱりサッカー感かなと思うんですけど、でネルシーニョもね、言うて年齢も70歳ぐらいなんですよね。でもちろん今まで日本サッカー界にすごく貢献してきた人やし、まあ簡単に首切られへんと思うけど、本人が辞めるって言わへん限りはね、逆に言うと大変なんかなって、柏はね、でこれやるのも地獄ね、ネルシーニョがずっとやり続けることもおそらくもういよいよやっぱり世界の最先端ねのサッカーと明らかにこう違う方向に行ってる。でかといってじゃあネルシーニョ切って新しい人パッと来たとして、急にそんなチームがねJ1 残留できるほどの力があんのかって言われたらそれもないっていうことなんで、今シーズンは残留できますが、来シーズンは残留できません。柏レイソルファン、分かったかお前らなあ、よく聞いとけよ、俺の予言は当たるから、はい、っていうことなんですよ。だからレイソルファンも分かってると思うんやけど、お前らもう2年後には J2 や、分かったか。あでもね、それは悪いことじゃなくて新しいね、扉を開けるというか、今度はやっぱり例えばね、ヨーロッパの監督連れてくるとかさ、4-3-3 でね、攻撃的なサッカーを展開するとかさ、まあ、そういうなんか新しいチャレンジをするいいきっかけになるんじゃないかなと俺は思うんで、はい、まあ、鹿島アントラーズもね、ブラジルのジーコの色から、ヨーロッパ職にね、しましたし、やっぱり徐々にね、時代に合わせていかないと。もうネルシーニョは多分、もうね、時代が、脳みそ止まってるんでね、考え方とか。なんで、はい。もうお前ら J2 や、間もなく。わかったか。